ポート待ちどうなるか。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、日本の皆さん、こんにちは。見えてますか？今ここは、なんだっけ？パトナ。パトナの、町から今、キリング。メイン、ちょっと今、町から配信してます。見えてるかな？はい、これはまだ、セントちゃんはまだ見てないかな。じゃあ、これで録画で見る人は、市長がここに来てるってことね。今回も無事に着いたということで、回ってるけども、ね、確認のための、ビデオです。まあ、ちょっと今ね、感じをちょっと見てみてください。車の中、ちょっと揺れますけど、見せます。これ専用車ですね。専用バスじゃないな。小型。マイクロバス。はい。これすごいね。なんだし道がすごくなってます、はい、見えてますか？カクカクしちゃってるかな。どうでしょうか。3次回線は通ってます。インドはかなり携帯の回線はいいみたいで、すごいね。まあ、ギリギリを通ってった。すごいね、テクニックだね。素晴らしい。これからあと2時間半ぐらい走って、まず最初に、並んだ大学後にね、行きたいと思います。今、小山塾長見えてますかね。今、反応ありましたけれども、映像はどんな感じでしょうかね。もともと車が揺れてるので、映像も揺れてるとは思うんだけど、どうでしょう。あ、かなり綺麗に映ってる。そうですか。あ、それはいいですね。はい。結構リアルな感じがたまんないでしょ、この運転のね。おっちょ、おっちょ、おっちょっと、おお。あれはなんだ、ヤギか。ヤギが今渡ってきた。ヤギが渡ってきました。はい。あの、そこが流れちゃうと思う。映像早いから。横はダメだね。縦にして。うわ、すごいね。バイクが突進してる感じです。もう三輪車もおいでね。こういう風景が、ね、子供たちがお父さんと手をつないでいいですね。はい、今何？はい、ありますかね。今日は土曜日なのでね、昨日なんか大きなフェスティバルがあったみたいで、今日はこうなんか後片付けに忙しい街ですね。この辺はもうどんな感じなんでしょうか。
し幅が狭くなってきました。いい感じだね。結構写真撮ったでね。すごくいい感じですね。埃が溜まってますね、かなりね。電車線見えてます。はい、どうも電車線どうですか。サウンディントラックだらけですね、これね。あの、懐かしいですよね。超どうなる。私が初めて乗ってると手に汗握るような感じですけど、どうでしょうか。子供たちはなんかね、学校に行ってない子が多いらしいですよ。義務教育化されてるんだけど、2000年ちょっとに義務教育されたらしいんですけども、実際は学校に行ってない子が多いということですね。しばらくしかまたもう一度ね配信します。このまま長くなるとね、今度アップロードできないですので、また楽しみにします。